99のセクハラ行為が認定された岐阜県岐南町の小島秀夫町長が先ほど辞職の意向を明らかにしました。そんなこと関係なしに3月5日に辞めるわ。3月5日に辞めるんですか？もう一回お願いします。3月5日に辞めるんですか？辞める。いろんな人からもう電話もらって心が折れた。そんだけのこと、もう議会には出ない。小島町長は第三者委員会の調査報告書で尻を触る、抱きつく、頭をポンポンするなど多数の女性職員に対する少なくとも99のセクハラ行為が認定されています。これを受け小島町長は今日の会見で即時の辞職について否定していましたが、先ほど来月5日に辞職すると表明しました。小島町長は明日朝に辞職届を提出する考えで、あさってから始まる町議会にも出席しないとしています。